今世紀初のパ・リーグ3連覇を成し遂げたオリックス・バファローズ。来たるシーズンへ向けてキャンプ地宮崎で汗を流す選手たち。姿を一目見ようと今年も多くのファンが球場に詰めかけています。そんなオリックス春季キャンプの見どころとは。宮崎市中心部から車でおよそ20分、会場はベッドタウンとして発展を続ける清武町にあります。キャンプ期間中は臨時バスが運行され、球場へのアクセスは便利に。土日祝日には宮崎市内の3球団を周遊する無料バスも出ているんです。オリックスキャンプの魅力といえば、メイン球場とサブ球場がすぐ隣にあり、主力から新人選手までまとめてチェックできるところ。さらに日本最大級を誇る巨大ブルペン、12球団でも指折りのキャンプ施設と言われています。その恵まれた施設で練習を重ね、不動のエースとして君臨していた山本由伸投手が今年からメジャーリーグへ移籍。リーグ4連覇へ、黄色信号と不安を感じる人もいるかもしれませんが、球界屈指と言われる投手陣は今年も健在です。新戦力や期待の若手など注目の投手が目白押しなんです。中でも注目は高卒2年目の斉藤京介投手。177センチ、72キロと細身の体格から繰り出される伸びのあるストレートは圧巻の迫力です。そんなネクストブレイク候補を刺激しました。やっぱ1年目は最初は何していいかとか分かんなくて戸惑ってた部分もあったんですけど、2年目はやっぱ自分のことに集中してできるので、どんどん頑張っていきたいなとは思ってます。最初入ってきた時は大丈夫なのかなっていう感じでだったんですけど、少しずつそのファームとかでも試合するに重ねて自信も少しずつついてきて、自分的にもボール自体も行くようになってきたので悪くはないかなって思います。プロ1年目の昨シーズン、ファームで経験を積んだ斉藤投手は9月に本拠地で自軍デビュー。勝敗はつかなかったものの大気の片鱗を示しました。すごいドームでやるっていうのか、その斉藤投手の能力の高さはチームメートも感じているようで、器用っすよ、なんか変化球のコントロール力投げる、はい、自分にはないものしかないなって。斉藤京介、取ってます。京介が一番上がってきたのは、はい、キャッチボライトやったんですけど、はい、ちょっと怖かったですね。2年目の飛躍へ、今年は自慢のストレートとともに
磨きをかけている球種が。カーブは自分の中では今シーズンちょっと頑張っていきたいなって思ってます。理想のカーブというか、こんなカーブをなんか目標にしたいのにありますか？そうですね、そう、斜めにダラーンっていくなんかカーブじゃなくて、その縦に切れるカーブを投げたいなって思ってます。高校の時からずっとカーブを投げてきていて、高校の時カーブがそのいい日だったりするとやっぱまっすぐも伸びがあっていいボールいくので、去年はあまりカーブがうまくいかなかったので今年頑張っていきたいなって思いました。取材を進めていくとある意外な特技も明らかに。それが、ペン回し？中学校の友達とかとずっとやってて得意だったんですけど、いろんな改造したりしてやったりして遊んでました。今やっていただくと、そうですね、ちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。無茶振りしてすみません。穏やかな表情から一変、マウンドでは力強いボールを投げ込む斉藤投手。最後に今シーズンの目標を伺いました。まずは一軍で初勝利できるようにピッチングをしたい。150キロ平均的に出せるようなピッチングを綺麗だったので出していきたい。オリックスバファローズ宮崎キャンプのすすめ、後編では絶品ご当地グルメに、宮崎キャンプ10周年を記念したマル秘プロジェクトをお届けします。